ビビアミーナ・ファードース・グリブ・ファキムは、モーリシャスの生物学者、政治家、第六代大,大統領を務めた。グリブ・ファキムは、出生時の生、グリブと、結婚した男性の生、ファキムからなる二重生であり、前者は、カタカナでは、ギュリブとも書かれる。2015年12月7日、インドのプラナブ・ムカルジー大統領と会見したファキム、ハセンジ・グリブと、 ファードスダーゴヒーの子としてスリナム村に生まれる。プレーヌマニャンで育ち、セントパトリスの小学校を卒業。高校卒業後はイングランドに渡り、1983年に科学の学位を得てサリー大学を卒業。エクセター大学で有機科学の博士号を取得後の1987年に帰国し、モーリシャス大学に勤務した。その後、 モーリシャス研究審議会研究部長、モーリシャス大学理学部長、同大学副学長、国際科学会議連合アフリカ地域事務所長を歴任。また、シドップリサーチイノベーションの社長として、モーリシャス固有の植物の医学的、栄養学的効用の研究に没頭した。2014年12月、レペップ連合の大統領候補に選ばれた。 2015年5月29日にカイラシュピュリャグ大統領が辞任するとアヌルード・ジグノート首相とボール・ベレンジャー、野党院内総務の双方がグリブの指名を積極的に歓迎したことから国民議会において全会一致で大統領に指名された。同国の元首に女性がついたのは大統領制導入前のエリザベス2世と2012年と2015年に 大統領代行を務めたモニーク・ベルポーに次ぐ3人目であり、正式な大統領に就任したのはファキムが初である。2016年、ファキムが NGO から提供されたクレジットカードを流用し、宝石や洋服など最大2万6000ドル分を私的に購入した疑惑が地元メディアに報じられ、2018年3月17日に大統領辞任を表明。 1988年に、下界のアンワル・ファキムと結婚し、一男一女を設けた。カトル・ボルヌに、親や夫、子供と暮らす。ありがとうございます。